はい、どうも、広瀬ゲームズのせいです。今回は黒猫コラボのユッカを歩兵ソロでご紹介したいと思います。で武器は、キララのモチーフ。でアクセサリーが、HP 維持で、攻撃速度 20% と。で、このキャラのオートスキルは1つ目、移動速度プラス 50%。2つ目、SP 消費マイナス 15%。3つ目、攻撃速度プラス 50% と。なかなか優秀ですよね。で、スキル1ですよね。敵を引きつけて膨張ダメージ最大5体、30秒間一緒に攻撃してくれる時計を呼び出すと。で、この膨張ダメージはあれですね。モノクロームとかと同じで、敵の数が、いた方がダメージが伸びるっていう、分散ダメージの逆のバージョンですね。で、一緒に攻撃してくれる時計は、ファンネルみたいなやつなんですけど、これは自動的に攻撃してくれるタイプのものです。で、スキル2ですね。敵に炎属性ダメージ、その後分散ダメージ、さらにダメージ、操作可能ということなんで、スキル1と逆の使い方ですね。逆に敵が、いっぱいいるときは、スキル1を使って、敵が単体の時は、スキル2を使うと効率が良さそうな感じですね。では、早速行ってみましょう。で、まあ、攻撃速度もあって、ファンネルもあるんで、まあ、本当に、SP 効率は良さそうですよね。ちなみに、4突させました。これはかなりなんか当たりキャラのような感じがしますね。バフがないんで、キララのモチーフで、攻撃と攻撃速度バフをかけます。で、さらにまあ広角特攻じゃなくて外角特攻ですね。がつきますと。で、スキル1ですね。これは自動的にこう時計がこの感じで攻撃してくれます。でこれも、SP 回復するんでかなり使えますね。で、今敵がいっぱいいるんでスキル1使います。で、2万ぐらい。2万近くダメージが出ました。ちょっとキララの、武器スキルも使っておきます。で、まあもうこの雑魚、敵の数が多い場合はもうスキル1連打でいけますね。と、こんな感じで。いやー、強いですね。で、まあ、こういう一歩みたいなのがいる場合は、スキル2を使いたいんですけど、周りの敵はちょっと邪魔で分散しちゃいますね。時計がね、自動攻撃してくれるんで、SP が、なくならない。やばいっすよね、これ。ほとんど通常攻撃してないけど、この時計がね、一緒に攻撃してくれて、助かってます。で、あっという間にボス面ですね。ここもまあ、雑魚が多いんで、こんな感じで。まあ、ウッホですらあんな感じで倒せるんでね。いや、やばい。強い。やばいっすね。SP がなんか尽きないですね。無限 SP かっていうぐらい
の勢いですよね。いやー強いですね。何より強いと感じたのが、まあ、スキル1の火力、スキル1なのに火力が、まあ5体ぐらい、まあ、敵を巻き込め、ちゃんと巻き込んだら火力がしっかり出ると、スキル1で。で、まあ、その分、分散ダメージですね。単体に対してのスキル2も、火力が出ると。だからうまくこう、スキル1とスキル2を使い分けれるっていうところで、強いのと、あと何よりもあれですね。このファンネルから自動攻撃してくれて、そいつが、攻撃、SP 回収してくれるんで、このユッカ本人はほとんど SP 回収をしなくていいっていうところが、これが強いですね。とまあ、こんな感じでご参考程度にしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。